長、おはようございます。はい、大阪市議会議員の維新会所属の広田佳美議員が、有権者の方にですね、チョコレートを、渡していたという案件なんですけど、この件について何か知ってるところで、報道で聞いたところですね、で報道で聞く限りは、支持者が、本人がというよりも支持者が渡そうとしてたんですかね、その仲介になったということなんですが、ちょっと誤解を受けるようなことなので、ね、注意しなければいけませんね。その現場で、預かったものだということを全く伝えていなかったというところで、それから、誤解を受けますよね。それは本人が渡したというふうに伝えられますからね。で、預かることも本来ダメでしょう。それはそういうルールになってるわけですから、近畿に渡す、有権者に渡す、特に選挙が近づいてきてるわけですから、誤解を受けるような行動というのは、これはもう自ら注意しなければいけませんね。この件では、何か市議団、もしくは党としての対応というのは、事実関係は確認しますが、不注意ということであれば、それはきちんと注意をするということになるでしょう。事実関係を確認すると、これはもう議員団か、ないしは党の叱るべき手続きを取って、確認して対処するということですね。